さあ始まりました、はい、TYT のツイドーナー、はい、今日はですね、はいはい、朝から大井川に来てます。はいね、岐阜県ですね。まあここ超有名な春のスポットだね。ね、ここは大江川のどの辺？中流？そうだね、これ図書館裏？図書館裏。うん。まあ超有名ですよ。有名なとこね。有名なとこで春バスを釣りたいなと。まあ春の有名スポットだけど。うん。まあ多分そんな甘くない。多分あと1週間ぐらいじゃないかってやったところもね、てっちゃん的には。そう。俺的にはね、この桜がね。うん。ちょっと咲いてきたねぐらいで多分ちょうどいい。うん、まだつぼみがもうちょっとで咲くみたいな感じだもんね。そうそう、まだもうちょっとだね。もうちょっとね。ちょっと早いけど、でもちょっと早くたってね、動いてることはいるでしょうってことですね。ただ一応早春の早春ね。うん。まだ3月だからね。可能性はあるから。そうだね。見てえな。撮りてえな、久々に。撮影してない時はね。うん。撮れてんだけどね、最近。そうなの、そうなの。本当インスタでね。上がっててね、前大抵俺言うよね、撮影外に釣ってるっつって。俺編集あるから。てっちゃんが優しい釣りしてるわ。優しい釣りじゃん。ふわ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 とさ、ふわ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 。まだ早いって言うんだったら、今はどこにいるんですか、バスタン。おバスちゃん。おばあちゃんって言うとなんか人の名前みたいだね。てっちゃんがね、ジャクジャクジャークですよ。ジャーキングベイトをね、ジャク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 とジャクジャク。ジャクジャク。コースを長年取ってる。うん。どうして？疲れてるから。ああ。なんで晴れてるとジャック、ポーズを長めに撮るんですか？そういうのはちょっと答えたい。なんで？釣れるぞって言っちゃう。何を根拠にしてんだ。根拠なんていつもないよ。ただただ期待してカメラを回すのみ。ただただ。カメラを回すのみ。ただただカメラを回すのみ。ただただカメラを回すのみ。ただただカメラを回すのみ。次でいいから釣らせてくれ。はい、よろしくお願いします。うわー、怖くそんな。はい、もう景気のいいあくびですよ。景気のいいな。うん、遠慮のない景気のいいあくびです。バリエーションを増やしていたな。さあ、この辺で一丁どうかね、バッサンねえ、欲しいよ、欲しいよ、バッサン。この辺で一丁欲しいよ、欲しいよ、欲しがるよ俺は。てっちゃん、風がビュービューですよ。やばいね。海みたいになってますよ。ちょっとすげえなこれ。うん。やばいね。ああ、すごい。うわー、すごい。ああ、風が。どうですか皆さん。皆さんにはこの風の音が聞こえているでしょうか。聞こえていない方がマシです。願わくば聞こえていてほしくない。なぜなら僕の編集が大変だから。ただいまですね、皆さん風速がですね 362m どうですか、目が乾いちゃって大変ですよ私は。てっちゃんがね、そんな中ねクランクベイト巻いてますよ。ザリガニみたいな色のクランクベイト、向かい風でさすがにバックラッシュですよ。大変ですね、私目が乾いちゃって涙出てますよ。そこ乗っちゃう、あ、いいな、なんかいいな、いいな、なんかゴーイングミューリーゴの頭って感じだな、いいな。なんていうのそれ、なんていうの、船の一番先っぽ、答えんかい。どうかわからん。そうっすか。なんか来てない？俺初めてなんですけど。生ちゃんですねこれ。てっちゃんが休むからって言って釣れましたけど、いいじゃんてっちゃん、ちょっとてっちゃん休憩するって言ってたから、俺がじゃあスピナーベイト投げるわって、こんなねちょっと綺麗なところでさ、てっちゃんが絶対投げないでしょっていう、まあ、誤差の上流だねこれ、上流だね、うん、あー、いやー釣れたよ生ちゃん。生ちゃん何、スピナーベイト大好物、大好物だね。知らんかった、俺生ちゃん初めて釣った。なんかなんだろう、バスがいいけど俺もちょっと嬉しい。来たよ。まあまあよかった、よかったじゃないですか。よかった。楽しめた。うわー、ナイスフッキング。なんか俺さ、そろそろてっちゃんとこ戻ろうかなと思ってさ、来たらさ、結構さ流しながら来たらさ、来た。あー、ありがとうねなまちゃん。じゃあそういうことで。はい。はい。来た？あー、今来たね。来た。今の来たね。当たった。あ、今当たった。今のは当たった。シャットテール独特の完璧な当たりだった。でも乗らんかった。うん。ほんまでっかだよ。ほんまでっか。ほんまでっかブラックバック。てっちゃんがあんなテンションになってますがね。残念ながら。春のお子さん側初フィッシュはですね、僕のね人生初のズーナモということで、どうなんだい TYT の釣り、どうなん、本当にどうなんだい。てっちゃんはまだねこのまま釣りするみたいですけど、もうねちょっとどうなるか分かんないんで、この辺で、終わりたいと思います。カットです。結構曇ってる時とかはね、ちょっと短め、ジャンプじゃないポーズを短めするけど、うん、晴れてる時は、うん、なんでって聞いてるのに。